東京電機大学は人や社会の未来に貢献できる技術者を育成することを目的に1907年に創設されました。建学の精神である実学尊重、そして技術は人なりという、技術者である前に社会の一員として人として常に成長しなければならないという教育研究理念のもと、高い志と優れた感性を持った技術者の育成に取り組んできました。5つの学部と研究科を有し、日本を代表する理工系総合大学として1万人以上の学生が学んでいます。学園創立100周年を機に、東京神田キャンパスにあった各学部大学院が全面的に移転し、2012年4月東京千住キャンパスが開設されました。東京の主要ターミナル駅の一つである北千住駅から徒歩1分の場所にあり、通学も快適です。2017年4月には地上12階地下1階の5号館が完成しました。新キャンパスはカフェやラウンジ、ホール、アゴラなどのコミュニケーションスペースが充実し、学生の過ごしやすさが第一に考えられています。高い安全性を誇る防災機能と最新のセキュリティ設備、環境との調和や省エネにも配慮されたキャンパスで、地域に開かれた大学を目指し、明るく開放的な空間が広がっています。未来科学部に決めた理由は、未来の生活空間をデザインするというコンセプトに惹かれたのと、子どもの頃からものづくりが好きで、大学で自分の好きな専門分野をじっくり学んでみたいと思ったからです。未来科学部には建築学科、情報メディア学科、ロボットメカトロニクス学科の3学科があって、それぞれの専門分野の基礎技術が学べます。それと学部の4年間で卒業することももちろん可能ですが、大学院に進学してさらに高い専門能力を習得できるカリキュラム体系も魅力です。修士だと学部生にはなかった他の大学の人との交流の勉強とか、設計競技で技を競い合ったりだとか、そういうのはすごいいい経験だなと思います。1年生から実践的なカリキュラムで実際に手を動かして物を作る実習が多いので楽しいです。実際にこういう材料を自分で加工して技術を身につけるっていうのはすごい大事なことですし、こう頭に入るよりも体に染みついていることは忘れないと思うんで、すごい役に立つことだと思います。私の研究しているどこでもインターフェースは、環境中のどこでもインターフェースを出せるシステムになっています。座学とか講義で学んだことっていうのはほとんど、まあ、そのままでは実感として身につかないんですよね。だからそれを実習演習実験を通して実際に役立つ知識力として身につけてもらいたい、そういうのはあります。いいものづくりをするためには専門知識や技術だけでなく、多角的な視点が大切だということを今は日々実感しています。この裏に河川敷があるんですけど、そちらの方に散歩に行ったりとかしますね。東京電機大学は建学の精神、実学尊重と技術は人なりという教育研究理念のもと、
高い志を持った技術者の育成に取り組んでいます。そんな実践的なものづくりを学んだ人材は産業界の第一線で活躍し、社会からも高い評価を受けています。これは東京電機大学の高い就職力の基盤にもなっており、就職を希望した学生のほとんどが自身の進路に高い満足度を示しています。世の中に必要とされる真の技術者になる、そんなあなたの挑戦を東京電機大学は応援します。